こんにちは。外資転職チャンネルのスティーブン・ポングです。今回の動画は、外資への就活を考えている新卒の方に、外資での考え方について解説します。事前知識として参考にしてください。外資で求められる主要なスキルは全部で5つです。その1、コミュニケーション力。その2、チームワーク。その3、リーダーシップ。その4、論理的思考や問題解決能力。その5、自己管理能力。この5つのスキルについて解説していきたいと思います。まずは、コミュニケーション力。 力について外種のコミュニケーションは高いコストがかかっているということを理解しておきましょう。例えば A さんがあなたにあれ取ってきてと言ったとします。あなたは了解しましたと答え何かを持ってきます。ところが頼んだ A さんは違うものを頼んでいた場合があります。指示があった時に何々でしょうかと一言を確認するだけでミスを防ぐことができます。具体的な指示内容がわかれば問題なくタスクを処理できます。外種のコミュニケーションは注意が必要です。 外資のコミュニケーションの3要素について解説しておきたいと思います。まずは Listen actively 積極的に耳を傾けて理解するということ。次は聞いた内容を理解できているかどうかを確認するために自分で要約するという Summarize そして聞いた内容を第三者に簡潔に伝える Articulate この3つが外資のコミュニケーションの3要素です Listen actively 不明な点は確認しておきましょう。Just to clarify my understanding, did you mean XYZ? といったように確認すればいいんですそしてサマライザング要約作業です伝える相手に応じて要約できるようにしておきましょう情報要素に優先順位をつけて要約内容を再構成できるようにしておきましょう営業の人に伝える場合は顧客に関することから伝える財務や経理の方に話すときは売上や利益関連の情報から伝えるようにするそして伝える場合も簡潔に伝えることを心がけます無駄な言葉は挟まずに結論から話すそして 理由や背景要素はその後に続けるこの3つの要素が超重要です。ですので、ぜひこれを実践してみてください。次は外資のチームワークについて解説します。結論は自分と相手のタスクの相互把握です。相互に安心できる関係づくりをすることをチームワークと言います。特にリモートワークで相手と直接会えない時は不安になります。従って自分と相手のタスクを相互把握、理解していることを相手に分からせるということが重要です。チームのゴールはみんな同じです。 一人一人のタスクは異なります。一人でタスクの処理をして遅れ始めるとチーム全体に影響が出てきます。互いに相手のタスクを相互把握することで遅れ始めているチームメイトがいると余裕のあるチームメイトがサポートする。相互に安心できる関係づくりをする。そうすることで直接会えないようなリモート環境でも生産性を上げられるようになります。タスクの相互把握では、Let me update where I stand.I'm a little behind schedule.I'm ahead of schedule so I can support you. このような表現を活用しましょう。次は外資のリーダーシップについて。外資のリーダーシップは必ずしも俺について来い。これが外資のリーダーシップではありません。チームに対して見本や手本を示す、モチベーションを上げる、働きやすくする。こういったようなことで十分リーダーシップは発揮できます。例えば働きやすくする一つの事例としては、ファイルの整理やラベリング付けなどもあります。それによってチームメートがファイルを探しやすくなれば時短にもつながります。生産性の 向上にに寄与すすすることにももななりまま外種のリーダーダシップはは必ずしも年齢ででく発揮できます次は外資の問題解決や論理的思考についての解説です。まず一番最初に行うことは問題の定義です。そもそもそれが問題や課題なのかどうかを吟味検証する必要があります。次はデータの収集、ファクトファインディングの工程です。収集した事実の集積であるデータ分析を行い、そこから仮説を導き出します。様々な AB テストなどを行い、仮説を立 していきます。重要なことは自分の解決手順や思考手順がフォーマット化されていることを示すことです。この手順が論理的に展開されていることが重要です。最後は外資の自己管理能力について解説します。管理対象は2つです。まずは時間の管理。2つ目はマルチタスクの管理です。この2つの自己管理がポイントです。時間もマルチタスクの管理もともに優先順位付けが肝です。この場合、アイゼンハワーマトリックスを活用します。優先順位の基準は2つです。 2つの軸で行いますまずは重要性の基準軸次は緊急性の基準軸この2つの基準軸で分割された4分割のところにあなたのタスクを割り当てていきます重要だが緊急でないタスクは後回しに重要でなく緊急でもないものはやらない重要で緊急なものはすぐに着手して処理していきますそして緊急だが重要でないものは人に任せます人にタスクを任せるときのコツは理由を示すこととタスク処理の具体 的な手法を伝えるというこの時間の管理とマルチタスクの管理この2つがあなた独自の管理手法として確立していることを示せれば OK です今回紹介した内容を参考にぜひ外資就活に役立ててください OK thanks bye!